第55回日本選手権大会優勝東京サントリーサンゴリアスは東京都港区府中市、調布市、三鷹市をホストエリアとしてジャパンラグビーリーグ1に所属しているラグビーチームである1980年創部チーム名の由来はサントリーの3太陽の3巨人のゴリアスからゴリアスは巨人ゴリアテを意味するチームカラーはイエロー マスコットのゴリラは、タフネス、テンダー、スピリチュアルを象徴している。2012から2013シーズンは、トップリーグ初となる、レギュラーシーズン、プレイオフを通しての全勝で優勝を飾った。日本選手権でも優勝し、シーズン部配で2巻を達成した。7人制でも、ジャパンセブンズ優勝3回、YC&AC ジャパンセブンズ優勝1回の、競合である。 2021年7月16日、新リーグ、ジャパンラグビーリーグ1の一部リーグに振り分けされることになった。全国大会最上位リーグ7人制、大会トップリーグ創設以前、トップリーグ創設以降2021年度のスコットは、次の通り。太とは、今年度からの新加入選手、ありがとうございます。